やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。カバラ数秘術、1の人と2の人、運命数。はい、2024年後半の運勢を占っていこうと思います。運命数の出し方は固定コメントに書いてあります。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定と猫チャンネル、動画概要欄から飛べます。猫好きな人ぜひ。そして40歳以上の真面目なマッチングサービス、マッチュール。会員様増えてるので、ぜひご活用ください。で、願いを叶える手帳、ライブで使います。で、意味の書いてあるタロットカード、簡単に占えるよ。で、ブレスレット、単品で販売してます。さて、1年の最初にね、運勢やりましたけれども、1と2、それぞれ別々、ちょっと1本の動画にはしちゃいますけど、別々に。後半って言っても、もう後半も後半で、8、9、10、うん。そう、あと5回数くらいしかないけど、はい、運勢いきますね。カラーカードとユニコーンカードを使います。と、タロットカードですね。はい。では、行きますね。運命数1の方。はい。まあ、現在数でいいと思います。はい。行きます。まず、ラッキーカラー。レモン。革新的な思考をもたらすレモン色。いいですね。ビタミンカラーね。元気になるね。で、チームワーク。おぉ、チームワークね。一人じゃなくてチームで。チームワーク大事にねって言ってますね。はい。はい、ズバッと出ましたよ。1、3はね、運勢としてね、そうだな、困ったこと、全般的にちょっと困ったなとか、あとは変化かな。結構大きめの変化みたいなのが起きそうなのよ。その中で、まあ、それが起きる前にも後にも、こう一人でなんかしちゃうっていうより、一人で決めるとか、ね、一人で決断しちゃう、一人で考えてやっちゃうとか、じゃなくって、みんなで相談して決めようとか、まあ、困った後も、チームワーク、ね。まあ、困った時こそチームワークだけどさ、まあ、困る前から、チームワークで、をしていることで、なんかいろいろ、こう、ダメージが減らせるかな、みたいな気がします。ちょっとずつ紐解いていくと、まずラッキーカラーレモン色をね、黄色より明るいレモン色ラッキーカラーにしてください。で、チームワークでしょ？ Work with others to make this situation come about. みんなで力を合わせて、みんなで一緒にやることで、今やってることを形にしましょうみたいなカードね。できるだけ良い形で実現するように、チームでやろう。で、チーム、とかグループ全体が同じ目標に向かうと同時にチームのみんながどんな気持ちでいるかなみたいなね、他の人の気持ちを理解すること、それが大事だよみたいなカードでございます。で、チーム内で何をしてほしいかっていうと、まずは助けてほしいって、助けてほしい時に助けてねって、助けてほしいよってこうヘルプミーみたいなさ、そういうサインとか言葉で言えるようになってほしい。あとは、2個目は、誰かが困ってたらそれを助けてあげる。そう。だから1個目は自分が困ってたら助けてもらう。助けてっていう。2個目は他の人のことも助けてあげる。っていうことで、助け合いですね。うん。助けてもらっても構わないですよ。遠慮せず助けてもらってね。うん。そういうことで、全員がこう遠慮なく助け合うっていういい循環ができますので、ぜひそういうことをしてねっていうのと、あとね、運勢っていうか、タロットさんからのお告げ部分がね、結構そうタワーとか出て大激変みたいな。で、カップもペンタクルもちょっと逆を向いていて、あとソードの7。ソードの7ってなんかこう物理的に移動したり、まあ、なんか、とにかく変化よね。変化が起きそうなのよ。かつ、この辺逆向いてるから、まあ、なんか、愉快で楽しい、ウッキウキなことっていうよりも、若干困ったこととか、なんか精神的に、おーっ
ってなんかちょっとダメージだわとか、うん、なんか家庭なり仕事なり、なんかそういうものがこう、ちょっとね、安定がぐらつくような出来事があるかもしれない。今ね、世の中はね、なんかちょっと今、今日、占ってる今日株価とか下がってるし、どうなるかしらみたいなね、ドキドキしてる感じもあるし、なんかね、円高も急激に進んで、おっとどうなるのかしらみたいな、この急激な変化はみたいな感じに、私も身構えてるんですけど、なんか、ウキウキルンルンっていうよりは、ちょっと、何か変化があるかもしれないっていうような覚悟を持ってた方がいいかな。で、対策注意点にもペンタクルの5、これ、ちょっとね、困るカードなのよ。精神的、経済的困難みたいな。まあでも、小アルカナだからね、これは。うん、そう、まあタワーは大アルカナだけど、それ以外小アルカナだけど、うん、だからまあ小さな事件って見ていいんだけど、うん、若干こう、困難みたいなことが起こるかもよ、みたいな。だこれで逆向くとさ、その辛い時に助けの手が、救いの手が現れるみたいなカードなのよ。だから、もし困ったなっていう時に、いざという時に救いの手が現れるために、何か起きる前に、一位さんはもう最初から今くらいから、チーム一、チーム一なのかわかんないけど、そう、家庭、家族でもいいよ。家族でもいいし、職場でもいいし、うん、なんかね、サークル、趣味のサークルでもいいし、ご近所さんもそうだよね。まあ、いろいろ、なんかさ、世の中ってチームで出来上がってるじゃない？そういうチームワークを大事にしてほしいのよ。なんか、自分は一人で生きていけるもんじゃなくて、一さんってそうなりがちなのよ。そういうことに警告してるかもね、今は。今は、一のね、一人で何でもできるもんを発動するんじゃなくて、ちょっとぐっとその気持ちはちょっとだけ抑えて、みんなで協力して、みんなで助け合っていこうみたいな方向に行くと、より良いんじゃないかしらみたいな。そんな感じの運勢だと思いますよ。はい。ね。頑張っていきましょう。そんなビビり散らかす必要はないよ。なんか、タワーが出ちゃったとかさ。大丈夫。うん。タワーいい意味もあるから。はい。さて、はい。兄さん、運命数兄さんいきますよ。はい。ラッキーカラー虹。はい。で、It's okay to be different. はい。みんな違ってみんないいかな。はい、ズバッと出ました。まず、ラッキーカラー、虹色です。自然界のスピリットとつながれる色なので、ぜひラッキーカラーにしてね。はい。で、It's okay to be different は、やっぱ人と違っていても大丈夫。だから、うん、みんなと違っても、あなたはね、いいのよっていうカードでございます。はい。いや、2、3にこれが出ると、ちょっとあれね、しみじみ。そうだねって思うね。2、3ってさ、人から嫌われたくない気持ちが誰より強いから、みんな100人いたら100人自分のことを愛してほしいみたいな、そういう恐れを持ってるから、ね、まあ、周りの人に合わせようとするのは自然なことなんだけど、でも、周りの人と比べてなんか自分は、なんだろう、人より劣ってるのかなとか、なんか私変わってんのかな、変なのかなとか、そういう、なんか比べたりするのは違うよと。そう、周りの人たちに好かれるために、自分を変える必要はないんだよって。ありのままのあなたでいいんだからねって。そう。自分のことを好きになって、そのありのままの自分を相手に見せる。それでいいんだよ。正直でいい。完璧じゃなくていい。一番の人気者にならなくてもいい。あなたがあなたのままでいることが一番大事よっていう。結構ね、二三に対してね、結構ね、わかるわ、みたいなメッセージね。で、運勢なんですけれども、なんか大事件は起こらないですね。平和な気がする。みんな小アルカナだし。で、象徴的なのは真ん中にソードの4の逆とソードの8の逆。なんかね、今まで自分をこう制限してたもの。それは自分自身かもしれないし、周りの環境かもしれないし。何かしら、こう、限界とかさ、ここまでが限界だよ、ここまでしかできないよ、みたいに思ってた何か、自分自身の気持ちなのか、周りの環境なのか、何かが、のゲートがこう、開かれて、いいよって、解放されて、さあ、その先に進んでいいよ、みたいな、そんな段階だと思います。なので、安心してください。あ
とはペンタクルは正位置向いたり逆位置向いたりしてるけど、そうだな、まあ、仕事とかお金とか家庭とかなんか物質的な豊かさ、この辺についてはちょっと無計画性が出たり真面目さが出たり、なんか極端な、今日はちょっと怠けちゃおう、いや今日は真面目にやろうみたいな、なんかそこで揺れ動きそうだけど、まあ、そんなに大きな影響ではないかな。あんまり気にせず、2、3、普通にしてれば普通に真面目だと思うので、まあ、今まで通りコツコツやってってください。で、対策注意点にワンドの4が出てます。これさ、構造なんだよね。チームとか家族とかさ、仲間とか組織とか。2、3はね、チームとか家族とか、そういうみんなをこう大事にする人だけど、2024年後半も引き続き家庭とかね、組織、職場、仲間、そういうものを大事にすると幸せがまたね、跳ね返ってくるかな。みんなでじゃあお誕生日をお祝いしようとか、何々のお祝いしましょうとか、なんか誰々さんが入社してくるわ、転職するわみたいなのをこうちゃんときちんとやってあげるとか、なんかこうチームで何かね、喜び合う、祝福するとか、チームプレイみたいなのをより意識するとハッピーかな。私やってる、この中でできてる幸せっていうのをしみじみ実感できると思います。そんなになんか大事件が起こるような期間ではないと思います。むしろこう清々しい解放感みたいなのはあると思いますよ。はい、頑張ってくださいね。2番さんというか2、3、はい、みんな違っていいのよ。あなたも違ってありのままでいいのよ。はいはい、ではさて1と2の方の運勢でございました。素晴らしい残り2024年後半になりますように。じゃんけんいきました。まーきじゃんけん、じゃんけんぽい、パーなのでチョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。